はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回はね、先日と、同じで、僕のヒロアカより、こちら、はい、一番くじですね、マスターライズ、はい、そちらの主人公緑谷いずく、はい、こちらのラストワン賞、はい、ラストワンバージョンを購入しました。はい、いや本当ね、くじがどこにも置いてなく引けなかったんでね、はい、購入しました。はい、いや前回のね、かっちゃんもすごく良かったんですけど、こちらのデュークもねすっごいかっこよさげなんだよね。ポージングとかも素晴らしいよね。はい、早速ね、袋からもう実際にもう箱から出して袋の状態もパスしても実際にフィギュアまで見ちゃいましょうね。はい、前回とね、袋の状態も全部同じだと思うんでね。はい、はい、と思ったんですが、ちょっとねデクだけブリスターがついてましたね。はい、ブリスターで、普通にこういう感じで、まあ、やっぱ銅はつながってますね。一つのパーツです。はい、で補助パーツ、デクだけなのかなこれ、うん、はい、ではね、袋から出してみたいと思います。はい、開封し終わりました。見ていきましょう。こちら私が来た。めっちゃかっこいいやん、デクめっちゃかっこいいわ。こちらもね、前回同様艶消しが施されていてすごい安っぽさを感じませんね。この凛々しい顔めっちゃかっこいいわ。でちょっとね口元が覗いている感じもすっごいいいね。出来は髪の造形もね結構ちゃんとしっかりしてるんですよね。一つ一つの毛束とかもねちゃんとちょっとツンツン痛いぐらいな感じで、はい、アイプリントも最高だね。で後ろのねこのマスクもねこうたなびいてる感じすごいかっこいいよこれ。このエフェクトね、うん、クリアパーツで作られたエフェクト、これはデラウェアスマッシュ打つところかな。溜めてる感じだね。うわこれすごいな、ほんとこのシリーズすごいわ。前回のね、うん、ガッチャンと同じでめっちゃいい出来、もうスタイリッシュだねこのシリーズは、うん、全員並べて飾りたいぐらいだ。ヒロアカで一番いいんじゃねえかなこのフィギュアシリーズ。あ、これかっこいいなあ、ほんと。まあ、A 賞がね、まだ手元にないんですけども、先にラストワンを紹介しちゃいましたが、A 賞との違いは、メタリックですね。服装が、光沢のあるこのメタリックになってます。はい、まあ、メタリックになってるからといってもねこう安っぽい感じではないんですよね、うん、これがまたすごいんですよね。ちゃんとねメタリックの上にシャドウが吹かれてるような、うん、すごい丁寧に作られてるねこのフィギュアシリーズ。シワのところとかすごいシャドウが吹かれてすっごいいいわこれ。出来がいい本当に。シワの造形もねちゃんと丁寧にされてます。塗装のムラとかもね全然ないんですよね、うん、
これは素晴らしいな、本当に。はい、ということでね、いやホークス欲しいな、こう考えんとな。なんかホークスめちゃくちゃでかいらしいんですよね、羽があるんで。だからあれが一番の当たり枠なんですけどね、今回のクジラ。あと轟ショートね、うん、轟ショート、あれもね欲しいんだよね。ヒロアカで誰推しとかいうのがまだないんだけれど、まあ轟かなっていう、感じかな今はね。トドロキが一番いいかなって。でも最近だってね、最新刊とか見るとね、やたらとホークスがかっこいいんですよね。だから今回のホークスもめっちゃ欲しかったんだけどね、どこにももうないんで。かといってもうブレネがすごいついちゃってるんでね、なんとか安く手に入ればいいんですけどね。はい、まあ、またね、別の賞を手に入り次第紹介していきますんで、ぜひこの機会にね、チャンネル登録お願いします。自分のチャンネルはね、ほとんどね、ジャンプ系フィギュア、はい、そちらの方が中心になりますね。まああとガンダムとか、まあ寄り道とかしちゃいますけどね、はい、最近寄り道が多いんですけれども、はい、まあ主にジャンプ系フィギュアを紹介してます。ということでね、これもまた、背景を変えて、一回転して終わりたいと思います。ぜひチャンネル登録、あとね、いいね、グッドボタン、よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。